北海道の北、道北にあります、JR 留萌線の、益城駅というところにあります。この区間、16キロほどの区間なんですが、この区間が今年の12月4日の最終運行をもって廃止されることになっております。ここは、1981年にですね、古畑康雄監督が撮った、高倉健さんの主演映画、駅ですね、ステーションの舞台となった場所です。16.7 キロの区間なんですけども、1日平均1キロあたりの乗客は、2014年度の数値で39人となっております。JR 側はこれは、1両あたり3人と説明しています。で、100円稼ぐのにかかる費用が今現在4554円という大赤字の路線なんですが、もちろんこの益城駅、留萌益城間だけじゃなくてですね、留萌線そのものを JR 側は廃止したい意向もあるようです。私は高校時代通学でこの路線を使っていました。今も思い出すんですが、磯の香りがプーンとするですね、車窓から入ってくるようなそんな鉄道でした。北海道は新幹線で湧いていますが、こうしたローカル線がどんどん消えていくのは非常に寂しいことです。なくなるとは言いますが、12月4日までですね、運行されています。町内には健さんの、映画のロケで使った遺構もたくさん残っております。ぜひとも一度利用してみてください。